ポンちゃんの背中、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。はい、ジャン君の背中、溶けろ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 、石溶けろ、石溶けろ、石消えろ、石消えろ。ポンちゃん。ポンちゃん、ジャン君、ポンちゃん、そんな高いところでどうしました？というのも、今日は金曜日でクロケンパパさん、歌の日なんですね。これからまだ2時間ぐらいありますけれども、今掃除機かけてね、部屋をきれいにして準備をしているんですが、ジャン君は掃除機嫌いです。そしてこのスギニャンというキャットタワーの上に登ったところ、ポンちゃんが助けに行ってます。まあ慕って行っているのか助けているのかよく分かりませんけれども、ここに2匹でいることってほとんどなかったので、今日はちょっと珍しいですね。で、掃除機かけるよ。悪いね。片手じゃ取れないや。じゃあ掃除機に集中します。ジャン君とポンちゃんが並んで座っています。ここはホットカーペットがポカポカしているんですね。あったかいよね。ポンちゃんも撫でてほしくて近づいてくる子になりました、最近ね。うん、そうだね。もうちょっとわかりやすくにゃーって言いながら近づいてくるとわかるんだけどいい、じわーっとくるからね。ポンちゃん、はい、ジャン君は溶けろ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 溶ける。結石不在か。いつも朝のやつの中に。溶ける。朝のお願い、神様のお祈りの時に、ジャン君の病気も治りますように、火が溶けますように言ってるよ、ジャン君。毎日お願いしとるよ、ジャン君。ポンちゃんはもっと色白になりますよ。なわけねえか。なわけないよね、パンちゃん。黒くて綺麗なんだよね。パンは毛が黒くて。トイレ行くのかと思ったら。意外とね、もうずいぶん長いこと行ってないよ。そうだね。もう何時間も行ってないよ。夕方になるちょっと前くらいからかな。なんかライブが終わってしばらくした時にちょっと行ったりしてたけど、うん、その後ずっと行ってないの。そうか。うん。じゃあ今日は安定してるかな。ずっとね、遊んだり、甘えたり、ブラッシングしたり、なでなでされたり、ね。またポンちゃんと一緒に寝にしてたからね。そして。尿石コントロール系のご飯もちゃんと食べています。うん、いいかね。そして、久しぶりのトイレです。いいかね。お水も飲んでるしね。どうでしょうか。ゆうくん、ずっと他ペンにいたらあったかくてさ、
いで行きたくな、ならないのかな。そうかもね、あったかい方がいいんだろうね。ふかふかのとこにずっといたよ。でその後はポンちゃんと一緒にベッドで寝てたから。じゃあどこ行くの。多分ほかほかだった。キャリーに入ろうっていうの。キャリー寒くない。大丈夫。あれで、あれでこっち。はい。はい、こいで。あれで。よく。こいで。あいで、言われてるよ。あ、そこでいいんですか。ちょっとこっちの方が暖かいっすよ。溶けろ。あれ？そっちですか。はい。じゃあおやすみなさい。どうぞ。顔が映らないね。はい、ここにお水があってお水を飲んでいます、うん、何？じゃんちゃんも飲むよね。じゃんちゃん結構ベチャ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 って音を立てながら。ベチャいっぱい飲むな。またトイレ行きますか。あ、次はうんちかな。水色の方に行きました。はい、はい、どうなの。あ、おしっこかな。泣き方的にどうだろう。あのうんちの時はもっとね、腰を沈める。ザクザク掘って掘った後にしたりもするけど、あ、おしっこっぽいかな。なかなか難しいね。でも相当何時間も行かなかったよ、うん、あのした後ってさ、なんか残尿感とかあるかな、まあね、続いちゃうのかもね、うん、寝てる間は楽なんだね。うん、じゃんくん、じゃんくん、結構そこがいいの。あんまり真ん中でしない。じゃんくん、生まれてるよ。ポンもここにいるよ。ジャンくんおいで。ほら、ポンいるよ、ポン。ポンちゃん、ここにいます。ジャンくん、どうでしょうか。ポン、ここにいますよ。ゆうかなでなでしてるな。ジャンくん、おいでおいで。ジャンくん。ジャン君もなでなでしよう。ジャン君。あ、ポンちゃん。